両足担ぎ、クロスガードが割れている状態から両手で相手の両足を抱えて腹部でクラッチします。立ち上がりながら相手の下半身を持ち上げて体重をかけてプレッシャーをかけてパスガードします。左膝で相手の腕を押さえてから頭を相手の腰に密着させながら相手の横へ移動し、移動する方向と反対側へ相手の下半身を横へ押していき、胸を合わせてパスガードをします。ガードポジション。ガードポジションとは下の選手が上の選手の胴に両足を巻きつけている状態のことを言います。上の選手はガードポジションの状態では関節技を仕掛けることは難しいため、パウンドやパスガードを仕掛けに行きます。下の選手は両足を使って上の選手をコントロールして攻撃させず、下から関節技やスイープを狙っていきます。ガードポジションにはクロスガードやフックガードなど様々なガードポジションがあります。上の選手は相手に攻撃されないための体勢であるベースを作り、相手の攻撃を防ぎながらパウンドなどで攻撃をしていきます。また相手のスイープなどを警戒しながらパスガードを狙っていきます。ガードポジションからパウンド、両手で相手の右手をキープしながら相手にパウンドを打たせないように右足を相手の肩に当てておきます。タイミングを測り相手の右手をつかみながら左手で攻撃していきます。ガードポジションからエスケープ、相手を手前に引き寄せ両足で相手を押して体勢を返します。ガードポジションから腕十字固め、決めたい肘を引き寄せて肩を引き寄せながら相手の腰を蹴って体の向きを変えます。右足を脇に差し左足で頭にかけていき、両膝をしっかりと締めて腕を決めていきます。決めたい腕は手のひらでしっかりと肘を取り自分の胸につけます。相手が上体を引いて逃げないように左手で肩を引き寄せます。左足で相手の腰を蹴ることにより右足を相手の脇にうまく差し込むことができます。右足を差し込むことができないと左足をスムーズに頭にかけることができません。両膝をしっかりと締めて相手の小指側へ引き寄せながら腹部を上げて決めていきます。ガードポジションから三角締め、相手の手首を両手で引き寄せ片腕を手前に引いて左足を相手の首に巻きつけます。左足首に
右足をかけたら、手で左つま先を引き寄せて深く両足をロックします。腕を横へ移動させたら、頭を引き寄せながら腹部を上げて決めていきます。三角締めは相手の頸動脈を締めて決めていく技です。左足で相手の右側の頸動脈を締め、頸動脈を圧迫し続けるために左足首に右足でロックします。相手の肩と頸動脈が合わさるように腕を引き、左側の頸動脈を圧迫します。頭を引き寄せて腰を上げることにより強く締めることができます。ヒップスロー。ヒップスローは右手で床を押しながら起き上がり、左足でバランスをとっておきます。左腕で相手の腕を巻き込んだら、腰を押し出して相手の体勢を返していきます。ヒップスローのコンビネーションとして、ヒップスローを試みた時に相手が耐えてきたら、巻き込んでいる腕の手首をつかみ、アームロックを決めることができます。起き上がるときは右肘を床につけて素早く起き上がります。起き上がった後、肘をついたままではバランスが悪いため、手のひらをついてバランスを取れるようにします。腕を深く巻きつけ、体をひねるようにしながら腰で強く押し上げて相手をスイープします。ヒップスローのコンビネーションで決めていくときは、右手でしっかりと手首をつかみ、左手で右手首をつかみます。両足でしっかりと相手の体を挟み込み、相手を固定しておくことがポイントとなります。膝入れスイープ。相手の体を引き寄せて右膝を差し込んで腹部に合わせたら、右足で押し込むようにして相手をスイープします。足の使い方は、右足を押し込み、左足で引き寄せ、相手を回転させるようにしてスイープするようにします。